娘を育てる母親、ゆりちゃんは生まれて間もなく心臓の手術を受けた。私も生まれた後、病院にいる間ですかね、ずっと泣いてたんですけれども、子供の人見えなかったね、じいちゃん。彼じゃもう見えねえ。兄も小児がんを患った過去があり、親子一緒に多くの困難を乗り越えてきた。子供っていうのは障害あるなし関係なく、絶対何かでつまずくこととか、あの自信がなくなっちゃうことってあると思うんです。でその不安も受け入れて、 親の側ですね、で大丈夫だよって言ってあげるっていうことは本当にまあ普遍的なこと。マリーちゃんが通う幼稚園、本当海沿いだね。そうだよ、海沿いだよ。この日は発表会の練習。運転しながら大変だ。セリフを覚えて言うこともできるようになっていた。トトコ小田原が。指導ってこうなってるからさ、こっち行くからね、そのまだ出ない。絵本、もし僕の髪が青色だったらの最後はこう締めくくられる。いつか僕がパパになって、生まれてきた赤ちゃんに障害があったら僕はどうしたらいい。パパとママがあなたたちを大好きなように愛したらいい。雨降っちゃったな、ここだと思ってたらもう降ってきちゃったな。いや早かったな。降っちゃったな。ダウン症の娘と出会って6年、その先に見つけたものとは。パンドラの箱。パンドラの箱を開けて恐怖と、もういっぱい出てきたんですよ、怖いものが。話した方がいい。一番怖いのは自分自身かもしれない。でも一番最後にいつか閉めた中に雨の冷やし入って、主人に
してんねん。どんな人でも生きやすい社会を考える問いがたくさん詰まっている。このぐらいじゃない。このぐらいじゃないと見てる景色見えなくなっちゃう。トラックだけは中心で見えちゃう。言う人ですからね、この運転手は。動画撮ってるのも分かってないんで喋るからね。俺の名前も呼ばないでね。ピーってしなきゃいけなくなるからね。ジビエ料理。ジビエ料理。
階で寝てんだから起こさないな。まだ寝てていいよ。名前呼ぶなって名前呼ぶなって T を入れなきゃいけないだろ。なんか言った。名前呼ぶな。動画撮ってんだよ。すいません、寝てていいよ。なんかドラマに出てくる人みたいな。すいませんって、謝ってばっかり。喋ると喋ると暴言ばっかり言ったり名前言ったりとかよするからよ。まっちゃんだよ、ピーを入れなきゃいけないから。いつもよ、ピーを入れるのは俺の役目なんだよ。お前のピーを、お前が喋ると全部 P にしてやろうから。おだまり、僕もみんな P をにしてやろう。おだまり、ずっと出る。あ、フルーツライン右でいいよ。出てくる、マナゼルブルーライン右だからな、左行くなよ。一般道になったからな。桜咲いたね。右だぞ。分かってるよ、お前。何回も言われてわかんない。150円やろ。左行くなよ。今左行こうとしたんだよ。行ってねえ。俺が左行ったら左切ろうとしたんだよ。行ってねえよ。お前すぐ行っちゃうから。マナゼルブルーライン。でも距離は短いらしいよ。でみんな行くんだね。こっちの方が早い。でもこっちとこっちで。あと150円じゃないよ、200円。じゃあ軽自動車は150円。バカじゃない。こっち行くよ。もう1回目に行ってもサイアンドコーですね。最高ですね。そしてお花見といえばやはり花嫁。まあ投資あ、ごめん。はい、ちょっといただきます。まっすぐだっつってんでしょ。出口出たがる人だね。本当に出口出たがる人だね。何でも出口出口って出ようとするんだから。まっすぐって言ってんだからまっすぐじゃないねえ。でもなんでまっすぐって言ってんの。出口に行きたがる。違う。どうしよう。違うよ、出口って違うよ。普通出口左にあんの、なんで右にあんの。同じだよ。あるよ、左にもある。左車線で走ってんの。左になかったらどうする。右にあったらどうする。右にあったよ。出れねえじゃん。今右にあったよ。左だよ。左に出口があるんだよ。お前教習所もう一回行ってこい。先生に聞いてこい。たまに看板をさ逆に立ってる時あるから。立ってねえよ。出る時は左って出るんだよ。ここは外国じゃねえんだ。右車線の道路じゃねえ、左車線の道路。海外は右だから右にあるよ。あの右車線の道路ね。そうじゃないよ。あのピオンね。ピオン入れるとこ多いな。嫌だ、
まだスタートじゃないでしょ。スタートしてるよ。バカか。マナゼル道路からスタートだよ。ここはブルーライン。で、福浦の出口を越えて、まだまだ。さあ、こっち通っちゃう。通ってるじゃん、みんなの。うん。はい、楽天最強プラン。使い放題だから、リモート会議はずっとテザリングで大丈夫。だから、楽天最強プラン。データ無制限で月額2,880円。まだ楽天最強プランじゃないの。楽天モバイル。夕飯の時は、時間との戦いだ。お帰り。ちょうど川を渡ったとこから聞いてる。ダブルレーン熱海ビーチラインの動画を公開いたします。エンド。